はい、どうも。ね、ちょっと待って。今日はちゃちゃってやるよ。もうちゃちゃっと終わらすよ、今日は。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。今、テロップくんじゃなくて、ついついするから。ちょっと待って、コメント。ついついするから。ね。重大発表。発表。ちょっと待ってねえな はい、重大発表。はい、ちょっと待って、これで。はい、どうも、こんばんは。うるさくない？ね、うるさくない？ね、大丈夫ですか？音楽とか。こんばんは、来ました。お酒入ってない？入ってるよ、シャンディガフ。ね、こんばんは。キャスアンガと、大丈夫？あ、大丈夫ですか？よかったっす。はい、こんばん、よう、来たよ、こんばん、こんばん、こんばん。今日はね、スペシャル動画流すから、ちゃんの子。お酒こんばんの子ちゃん、3日連続キャス。いや、ほんとだよ！おい、金払え！今日はなんかシャンとしてこんばんパソコンです。はい。動画流すから。発表何時から？いや、発表は、いっぱいあります。はい。いっぱいあります。多分、こんばんは、こんばんは、金、こんばんは、困るか、うん、いや、けど、キャス、夏休みだからね。お前らのためを思って、やっぱキャスやってますよ。お前ちゃんとして映像綺麗。あ、今回は高画質配信やってるんで、パソコンからでも。多分映像綺麗だと思います。優しすぎ。いや、そう、だから、お金が払えない、会員になれない君たちのためにやってるんです。優しい夏休みキャスで、そう。いや、だから、それでやってるんです。まあまあ、会員限定もやるけどね、結局の。いや、だから前回はシャンパンだったじゃん。けど、今回は、ポンシャンじゃん。シャンディガフだから。シャンディガフは大丈夫。シャンディガフ2杯目です、今。はい。画質良すぎない。あ、だから今、高画質ツール、高画質配信ってのやってる。だからめっちゃが、いや、ツイキャスってけど、そもそも、シャンパンやばかったな。久々に来たよ、ありがとうございます。クーラーつけてます。こんばんは。ポッキー持ってんじゃねえ。ポッキーじゃないよ、これは。僕のこのマイクだよ、これは。カービィの曲かわいい。カービィいいよね。はい。こんばんは、グッズたくさん買ってやったぞ。え？まだこれ、NG フェス、ネットジェネレーションフェスも多分グッズ出るから。あ、声量、あ、ね、声量強い。こんばんは、そのマイク安いやつです。はい、エレコムのね、300円ぐらいです。何してんの？配信だよ。また死ね言われる。あ、言います。はい。僕の死ねとかぶっ殺すは、もう愛だから。みんな分かって。もうほんと、みんな分かってると思う。今日はテンションだ。これも2杯目なんで、僕。はい。でも俺結構最近鬱っぽいっすよ。はい、今日もね、心療内科ね、精神科行ってきて。してね、最近鬱っぽいんですよ、先生って。ね。知らない好き。今日彼女は、あ、今日は彼女いません。彼女いねえ、ご機嫌だね。だから酒2杯目だから今。そう。まあ、とりあえず、彼女じゃねえわ。なんだっけ、そう、心療内科行って、お薬増えた、増えて、増えて、ふ、ふ、いや、増やしてもらいたかったぐらいなんだけどね。先生も鬱になったりするわ。彼女な、春眠れたの？あ、眠れました。はい。無事。はい。作りたいですか？作りたいです。はい。カービィ懐かしい。薬もらったよ。薬、ドラッグもらったよ、ドラッグ。俺はこう言うとなんかシャレになんねえんだよな、やめよ。ドラッグとか言うと。けど、まあ、ドラッグに近いもんだからね、処方箋ね、あ、処方箋。ドラッグみたいな使い方もたまにするからな。俺もな、酒と精神薬一緒にな。テロップくれたらどんな人がタイプ？いや、清楚な人です、僕はね。あとは、なんか、やっぱフィーリングだ、フィーリング。なんか大人びたね、ありがとうございます！ね、このクスガキ！俺みたいな大人になれよ！なあ。俺みたいな大人になれよ、しっかりしたさ、ね、こうやってさ、パソコンの前で独り言喋ってるような。テロップくん、ね、重大発表、ね。何が一番釣れるかな？まあいいや。じゃあこれで、ね。これとかちょっと釣れねえかな？まあいいや。はい。じゃあこれでいきます。はい。すげえ、重大発表、よ、まあこれ、DM 解放、はよしてよ、スマギリだれ！ DM な、お前、解放！お前、のこさんがす、お前、したろ、お前。お前ら、どんだけ、あれだよ。どんだけ、お前、チンコビンビン。のこさんが、DM 解放したときは、お前ら、多分ね、ほぼ全員、解散、釣りだよ。さ、釣りです、これは。ほぼ全員、食っちまうぞ。俺は別にもう、ファンは手出さないから、多分。ね、これから先。ね、DM 来まくり当たり前だろ。前見送るに。な、で、解散したら多分死ぬぞ、おら。いやー、ありがとうございます。
ね、僕も死にます。鎮静かまっちゃの、お前よりも誰よりも俺が鎮静かまっちゃのファンだからね。まだけどさ、 DM したい、 DM したいっつってっけどさ、普通にさ千葉銀とかさ、美佐子とかさ、美佐子さんとか千葉銀とかモノくんもそうなのかな、 DM 開放してんだろあいつだって。すごくいい言葉。いやてかさ、すごくね、あいつは千葉銀 DM してくれよ。あれあいつさ、なんで裏でファン食ってんじゃねえのか、あいつ。鎮静かまっちゃ解散、いや解散なっちまうぞなあ。俺がやったことじゃねえけどなあ。そうそうそっち、手を出さない多分。いや、のこと DM だから俺は DM 解放なんか無理です俺はそういう DM はしない。どういう DM するんだよ、じゃあよ。 DM 解放なんて出会い中で、いや出会い中かよって、出会い中しかねえだろそんな DM ね。えガチ解散フラグ勝つよ。いやいやいや、のこ LINE したら質問とかでしょ何質問って。だってそれ Twitter のリプライ欄でできるじゃん、そんなもんさ。ね、何個人面談みたいなことやってんだよ。俺だって別にさ、質問に答えたりするじゃん、たんまにね。ね、俺なんかに聞いたって、のこちゃん今日絶好調。いやだから今日は普通に、ね、シャンディガフ2杯目なんで、もう酔っ払ってます。あとね、もう寝るから。明日朝早いんだよ。パリピフェス出るからよ。お台場のパリピフェス。お台場のパリピフェス。明日ね、朝7時。何吸ってんの？丸ボロ。丸ボロ吸ってます。はい、僕はね。丸ボロ。はい。丸、千葉県に DM してみようかなって。何？じゃ、僕が千葉ガールだったら、ね？行く行く。あ、ありがとうございます。フォローなくて、アイコスにしてよ。多分、やっぱアイコスもら、リスナーさんから、ファンからもらったんだけど、ちょっと未だに持ってるよ、アイコス。アイコス持ってんだけどさ、そうそうそう、やっぱアイコスのが本数増えるし、喉にちょっとね来るんだよね。だから普通のタバコのは来ないの。そうだから、スイッチは持ってる？ニンテンドースイッチとかやるような、もう本当に低の音ちげえんだよこっちは。ね、未だにゲームは30過ぎにもなってゲームハマってるよ。おっさんとかいると思うけど、そんなんとちげえんだ俺は。みんなにスイッチプレゼントして、うるせえバカ、ヒカルくんとか、なんか YouTuber の禁断とか、なんかいろいろなんかね、常連のさん、だからチョコスモとかに頼め、チョコスモとかにな。チョコスモとかに頼めな、 YouTuber に頼め。まあ俺も YouTuber だけどね、俺もまだ YouTuber だからね。バーカの発音良すぎて、どういうこと？僕、プレゼント欲しい。うるせえよ、お前ら。この小じきが。ねえ。金ないのか。まあ、金ないんだろうな、お前らな。まあ、実際問題。欲しい。ニンテンドースイッチとかなんかさ、ちゃんなんかなんかね、テレビのリモコンかなんか知んねえけどさ、俺さ、本当に。なんかそういうのが、仮想 YouTuber。僕けど、チャンネル登録に、YouTube の、YouTuber の YouTube チャンネル登録人数、今3500人いますからね。はい。のこちゃん指綺麗、ありがとうございます。指綺麗です、僕。指がめっちゃ綺麗ってのはね、定評です。のこは YouTuber の噂やって、あ、いやけどまた動画あげるよ。 YouTuber やめてないからね、俺言っとくけど、何回も言うけど。僕は YouTuber やめてませんから。ね。おい、のこ、微妙な人数。化粧してる、してません。そういうわけでやろ。あ、風呂入った。風呂入って DHC で、マイルドソープ使うと、いつも真っ白になるんだよ。これ本当にガチで。だから、明日朝ね、俺7時起きだから、もうこれ終わった後、もうてかこのキャスも多分1時間で終わりにします。1時間だったら行ってね。あ、1時間ぐらいで終わりすっから。なんで長袖なん、暑いからだよ。暑いから。 YouTuber で成功するの難しいよね。難しくない。できないことなんてないんだ。できないことなんかないんだ。人間生きてる限り人生1回ね。人生かまっちゃ解散か、解散だ。でもね、解散でもできないことないんだ。1時間経ってねえだろうね。生きるの疲れるんだ。ね、疲れたらもうね、死んだりする人もいるかもしんないけど、ね、我々はまだ今生きてるんだ。我々は、俺もいつか死ぬかもしれん。なあ、自殺するかもしれん。わからん、これから先。明日プールなんか入んねえよ、こんなさ。病んでんだよ、俺は。今病んでっから、今日だから、行ったら精神科行ったって。精神科で、今日テンション高いな。今日テンション高いのは、普通にほんと、ビールめっちゃ、もう酔っ払ってっからね、めっちゃ。めっちゃ酔っ払って、今日めっちゃまとも。まだまともです。前回はだから、精神薬と、シャンパンを、シャンパンって強い酒を、グビグビね、飲みまくって配信したから、ぶち殺す言ってたから、そうそう、うるせえ、精神科行って良くなる。良くはなりません。
あの、皆さんね、精神科とか俺の配信で、だから昔からいるんだけど、よくならん、そう。壊れかけの神様だった解散、吐いたりしない薬とお酒飲んでね。いや、僕吐いたりしたことありませんね。あの、気絶したことはあるけど。ああ、気絶したことはあるけど。あの、昔ね、あのね、青森のね、ニコ生配信、ホテル配信でさ、そう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 、お前らまあ知ってるやついっぱいいると思うけど、あれガチだからね。あれガチで俺、あれ、あの、気絶したからね。あの、精神薬。あれ死んでるかと思った。あの動画見せたいな。ね。あの動画みんな見た？来週青森行くで。いや、知らねえよ、てめえの市場なんか。俺一回配信で、気絶配信したことあるんだよ。あの、昔。え、見たい。ニコニコにあるよ。YouTube に載せて、いや、ニコニコ動画にあるよ。行ったら今も今日動画流せる環境にあるね、パソコンだから。いや、あれ見せてやるよ、後で。うん、噂で落書きされたやつ、そう。あの時あれ死、いや、あれ、下手したら死んでたんだよ、俺。マジで。オーバードーズで。いや、あの時はだから精神薬めっちゃ飲んでたからね、俺ね。20代前半だ。あれ、いつだっけ、あれ、俺が25歳の時かな。26歳か。26歳の時、俺が。そうそう、精神薬飲みまくって、だから、もう、あの、メジャーデビューしたてで、あの、プレッシャーがいっぱいあって、それがもう、なんかもうね、そう。いろいろ来ちゃって、もうね、すごい、OD した、そう、めっちゃ OD した。めっちゃ飲んだよ、俺、あの時。あの、リーゼとマイスリーだかなんかわかんねえけど。だから、もうやめてね。いや、あの時、もう気絶したのはあの時ぐらい、マジで。あの時けど、下手したら本当に死んでたからね。死んで伝説になってました。ね、知らなくてよかったね。いや、そんなこと言うけど、お前はさ、死んだ。いや、あれ優しい。お前、ツイキャスだから、こんな言って。ニコ生だったら死ぬべよかったりとか、お前のコメント打ってたら、この野郎。いや、あの、ツイキャスだからさ、今さ、ね、知らなくてよかったの、子さんとか言うけどさ、お前ら、これニコ生だったら絶対、死んどけよかったのな、お前、あの時な。ね、お前、劣化したお前なんか見たくなかったよとかさ。お前ら普段からニコ生で、いやいや、じゃ嘘つけ、お前ら絶対言ってるやついるから、こん中にも。なあ、お前らこ、いや言ってるやついるんだって言わないが、いや、言う人、いや、お前ら中に言う人もいるんだって、分かってる、鬼には。ニコ生だったら絶対ね、それがね、嘘でもな、あの、愛でもね、言う人はいると思う。まあまあ、全然いいんですけど、遊びで煽ってても、それは愛だって分かってるから、ニコ生でもね。ありがとうございます。冗談だよ。いや、冗談でも全然嬉しいです。はい、プレイ、誰かと一緒に、そして伝説、ニコ生特命なくなるの。あ、ニコ生放送って特命なくなるらしいんですよ。あの、ツイキャスみたいに、だから名前が出るらしいんですよ。ね。お前が、あの、花子って名前だったら、花子って、あれ、特命じゃなくなるらしいっていう噂だよ。そうなんだ、マジかよ。わかんない。なんか噂。いつからわかんない、今年。って聞いた俺は。なんか顔ゆで卵みたい。あのさ、何がゆで卵だよ、この野郎。なめんなよ、お前、ビジュアル系だぞ、俺は。ビジュアル系バンドのフロントマンだぞ。誰がゆで卵だ、お前。顔つきが。シュッとしてるだろ、シュッとは。可愛いがゆで卵、バンドエイジ。うるせえ。関係ねえ、バンド。ポーズ決めて、かっこいいだろ、別に。俺今日高画質配信やってるし。高画質の方が俺はかっこいいんです。祈祷みたい。VK もう出てるよ。かっこよくね。あの、これとりあえず今日ちゃちゃっと行くぞ。今日ちゃちゃっと行きます。岡崎体育とどっちがイケメンだと思うんですよ。お前、ちょっと待てよ。ちょっと。岡崎体育と僕がどっちがイケメンって。お前、そんなこと言わせる？ひどい人だね。ひどい人はあんな、いや、岡崎体育くんは好きだよ。好きだし、俺はあいつは天才だと思ってるよ。天才だと思ってるから、あの、やめろよ、なんか変にディスらせる方向にすんの。やめろよ。メクソ、アナクソじゃねえだろ。岡崎体育好き。いや、好きないとかなんかコメントあったけど、岡崎体育天才だぞ、あいつは、マジで。あいつしかもめっちゃいいやつだからな。ほんとにや。誰が一番かっこいいと思う？俺はやっぱ、窪塚だね。うん。これ昔から言ってっけど、俺は窪塚が一番好きです。窪塚やっぱ、一番でしょ。岡崎体育強そう。のこさん大好き、かっこいい。あ、そうっす。もう豚とか言えないし。言ってないよ、僕、豚とかさ。岡崎体育くんと一回ちょっと喧嘩して、競争になった時あったじゃん、ツイキャスで昔さ。だから、まあ、それ俺一方的になんか言ってただけなんだけど。ね、そうそう、のこさんと関わる人、口パクのやつ。そう、俺と関わるやつはみんなね、あの、有名になるから。ああ。俺と関わるやつはみんな有名になってきました。ももクロからね。あの、ももクロとか、あの、あとは、ゴールデンボンバー、セカオは、うん。結構俺と関わった人ってみんな一気にドカーンと来たんだよ。俺と関わった後に。セカワだってそうだもん。あ、まあ、セカワもともとね、売れたけど、俺と関わって、ドカーンって言ったからね。窪塚取り合ってる。お前だけ有名にならない。
何言ってんですか、有名じゃないですかね。今だってこれね、ツイキャスで規約に、お前なんだよ、じゃあ規約に集められんのかよな、あお前よ、おいお前がな、ツイキャスやって規約に集められんのか。お前なんかせいぜいさ、あのさ、5人とかさ、まあ5人か4人かね、あまあ2人か、お父さんとお母さんしか見ねえだろな、あ本当にや、なあそういうところでリアル神やん。でいや神、いや僕はね、けど人数とかまあまあまあもう本当に、いや嬉しいよ、もう800人は嬉しい。だってツイキャスだって前やってねえし、俺だってさ、あの昔ね、あのね、荒ぶってたさ、のこさんね、いたじゃん、昔いたじゃん、あら、あの2年前とかよくさ、あの警察配信とかさ、金馬と絡んだ時、ああいう時とか、あん時はあんな別に今だってできますよ。あれは今抑えてんの、あえて。あん時だって閲覧人数常にさ1万人とか言ったろ、今800人とか雑魚になってっけど、1万人とか2万人とか叩き出したろ、大人になりました、しなくていい、大人になったんじゃなくてね、えらい昔まで即興でラップして、じゃあリミッター解放症だから、別にやろうと思えばできんだ俺だって、いつでも。今は時期じゃないんだよな、今、あ、警察はびっくりだから、あれはああいうことして逮捕されたらな、俺はあれこって逮捕されたらな、うぅ、あ、逮捕されてしまったら次のニューアルバムが出なくなるんですよ。わかるかな。逮捕、今落ち目だよな、頑張ってくれ。うるせえ、てめえの人生より落ち目じゃねえわ、お前が頑張れバカ、人に言う前に。ねえ、マイナスなら800人雑魚かって、800人が雑魚ですよこんなんね、ツイキャスでね、逮捕とか、まあそうそう、だからね、やっぱアルバムとか、明日パリピの準備大丈夫、あ、水着持ってくから、できねえくせに、いやできるから、できる、お前と違うからね。だってさ、じゃあお前なんかさ、なんかやり遂げたことあんの、人生で。なんかねえ、思い返してみ、お前の人生今までなんかさ、多分ろくな人生歩んでねえと思うけどよ、なあなあ、ふざけんなよ、こっちはいろいろやってきたぜこの野郎、なあまだまだできんだぜ、熱意がちげんだ、熱意が、何よ、プール動画待ってるな、あ、じゃあプール、歩んでねえよクソが、あ、いや巻き込み事故ですね、まあ言ったらお前ら逃せよってんの、めっちゃ酔ってる、ああ、シャンディガフも酔うね、ああ中途半端にするので、あ、いやいやいや違う、さっきのやつに言ったんであって、他の人には言ってる、クソみたいにして すみません、いや、さっきの人に言ったんであって、あの他の人には言ってません。巻き込み事故、あ、すみません。ノコノコがうるせえ、何がバカだこの野郎、バカで何が悪いんだ、お前だってバカだろこの野郎、てめえだってバカで何が悪いんだよな、バカでクズで何が悪いんですかね、えおかしいでしょね、え別に人生なんか一回しかないって俺毎回言うけど、一回しかないんだから、バカでもね、クズでも何でもいいじゃん、そんなもんさ、バカでクズで何が悪いんだよ本当に、そんな俺だってそうだよ、僕だってね、今までね、今までってかこれからもね、なんかねやるかもしんないけど、バカでクズなこといっぱいやっていくかもしんないからね、まだ32歳だからね俺ね、はい、のこさん名言めっちゃ出すよ、のこ、いや名言ばっかだから、名言製造機だから、動画見せて、不機嫌じゃないよ、今めちゃくちゃ今はもうね、あの気分が晴れ晴れしてます、あのずっと曲作りしたから、ちょっとあのまあまあ眠くなっちゃうかもしんないけど、まあどうせ寝たいから俺、テンション上がってるってか、これこのキャスやったら寝るから、あとあの今日は12時まで、明日朝7時起きだから、明日朝早いんだよ、重大発表、いつ重大発表あります、重大発表、重大発表であるんで、はい、最初の声、20代に見えます、ありがとうございます、多いな、名言せず、昨日は声優さんいた、あ、声優さんいました、声優さんいましたよ、あのエレンの方とかミカサの方とか、あのもうね、寝ねえバカ、早く発表する、うるせえ、あのな、あ、ミカサの方とかあとはブルトルトの方とか、まあ、全員いました、とりあえずね、レボさんもいたし、伊佐山先生もいたしね、いや、いろんな人いましたよ、集合写真、あ、集合写真ね、あのね、ちゃんと今日俺最近のね、あのね、ツイキャスね、これみたいなツイキャスしようとしてるから、あのちゃんとあの画像とかも載っけてね、はい、これみたいなツイキャス今日やるからよろしく、はい、止まんなかったで変化をした、あの今日ちょっとあのじゃあ画像キャプチャーやるから、ウェーイ、これ、コラボしようってね、このスッターね、たくさん喋ったよ、俺偉いからね、ああいう場では、てか写真もちゃんと用意してるから、振られると思って、集合写真
ね、ちょっと待って、ブルドーザー、コミュ力あんのってあるよ。コミュ力は、ないよ。ないよ。頑張ってんだよ。俺はすっげえ頑張ってんだよ。マジで。なあ。俺はものすごい、あの、人見知りだよ。なあ。まあ言ったら、この時、この時っていうか、まあ普通にね、昨日、打ち上げで、打ち上げとか、進撃の巨人の打ち上げの時とか、普通にまあ、やから酒があったから、偽りやがって社交的、当たり前じゃん、偽りやがってって何言ってんですか？偽ることもできないんですか？そんなことできないんだったら、まあもう芸能界で生きていませんね。伊達にこっちはよ、メジャーデビュー、10年、来年で10年目かメジャーデビュー、10周年なんだけど、もうやっぱね、もうだっか、戦いだから。あいつだって嘘つかれるんだから。あの写真、美佐子さんいた、あいつアイドルだからな。いなかったわ。とりあえず、やっぱね、向こうも騙してくるから、大人もいっぱい俺のこと騙してくるから、俺たちのこと、新生かまっちゃんのこと。こっちもだから、いっぱいね、騙すんですよ。ね。はい、全然売れてない。芸能人染まってない。メジャーデビューやだね。残る表情よかった。はい、これで僕の表情じゃね、ポンと見せます。これでちょっとね。はい、ちゃんと今日は準備がいいんで。今日、ちゃちゃっといくよ。ね、みんな。俺のスピードについてこれる？俺のスピードについてこれるから、みんな。準備はいいかい？ちゃちゃっと行くよ、今日は。いつもグダグダみたいな配信してさ、なんか3時間とか4時間あるけど、今日は1時間だから。ちゃちゃっと、俺のスピードについてこれるかい？な。俺のスピード、速さ、根性。な。スピード、速さ、根性。ね。たくましさ。ね、勇気。ね。スピード、速さ。ね、ついてこれるかよ。ね。僕の、いつでも、はよ。ライブみたいやね、ということ。今日はね、気分いいっす。はい、やっぱ曲作りとかもね、やっぱね、順調に進んだんで。あ、いや、今日曲作り結構順調にしちゅんじゃ、しちゅんじゃ、しちゅんじゃってんですよ。今日曲作りが順調に進んじゃ、しちゅんじゃったから、すごくね、気分がいいの、俺。神々。いや、マジで。だからご機嫌なんです。そう。順調だからご機嫌なのか、そうです。いや、順調に進んだ、今日は。はい。歯医者なんか行ってねえよ。ああ。歯並びは別にね。あ、けど虫歯だからできやすいからさ、俺さ、だからさ、歯さ、白くしたじゃん、前髪じゃねえ。前だっけ、ここ。ここ俺が白くした。でも歯並びめっちゃいいよねけどね、俺ね。写真見せて。ちょっと待って！俺の歯の方がちょっと歯の話しようかさ、前歯。親知らずあるぜ。親知らずあと一歩だけある。俺けど3、2本抜いた。もともと3本あったんだけど、歯磨きして、ほんと歯綺麗になったね。いやけど、あれ前歯だけだよ、ほんとに。じゃあ、俺ね、さすが金持ちない。そう。歯医者怖くない？いや、怖かった。抜くの、痛い。いや、抜くのは痛くないよ、親知らずは。けど、抜いた後が、もう go to hell! やばい！抜いた後が、ほんとにね、とんでもない。もう、地獄。って、俺まあ、親父しかいないから、まあ、親父で、パパに電話したんだけど、パパーってね、別居してるパパに電話して、来てもらって、おかゆちょっとこっち持ってきてくんないとか。なぜ電話？いや、じゃあだからおかゆがなかったから、おかゆしかもう食えねえから。そう、おかゆ下の歯が一番痛いらしいね。いや、じゃあ抜いた後は go to hell。 いやけどみんなそうじゃ、のこさん痛がり、写真まだ、写真うるせえ、写真中はちょっと待って、ちゃんとねやりますから。あなたの目からこんにちはドランマンです。どういうこと？そんな痛いの？いや、じゃあ抜くときはの一瞬なの。抜くときは一瞬で、親知らずあるね、みんな。そんな痛いの？いや、だから心配しないで、抜くときは、歯医者で抜くときはほんと一瞬、麻酔もするし、パッて、俺今まだこれからですよねって言ったら、もう抜きましたよ、大島さん。っていう感じ。もう笑顔。で、そう、余裕じゃんって言って、ね、一人ごとで帰り道、余裕じゃん、何が親知らずやバカララって。麻酔どんぐらい？麻酔なんか痛くない？麻酔も痛くないよ、最近は。でもって家帰って、それで、余裕じゃんってなって、家帰って、それで、まあ痛み止めとかもらって、痛み止めがなんか、痛みの目は大丈夫だよ、ロキソニンが切れた時、もう切れたらもう本当にね、僕切腹したことあるんですけどね、それで一回ってんですけど、武士がさ、昔切腹してさ、僕のこうやってバーって切腹したことあるんだけど、あんぐらいの痛さだね、マジで。はい。いや、けど分かるでしょこれ、切腹したことありますよ。はい。僕もね、今まで悪いことで、クズなこといっぱいしてきてますから、ね。はい。どんぐらいだよって何が？いや、キラキラ武士だもんね。そんなに三島由紀夫かよ。背中傷あるよね。あ、切腹の傷な。
あ、昔、あ、いや、あ、けど、本当にね、僕ね、あの、背中には切腹の傷。あれ、ツイキャスで見せたっけ、俺。ツイキャスで見せてないよね、切腹の傷、俺。え、ちょ、待って、俺、あるよ、切腹の傷、マジで。あ、背中に。あ、ほんとは腹にやるんだけど、なぜ生きてるからっていうと、背中に切腹したから。うん、あれ、ツイキャスの人には多分見せてないから、正規だ、あ、会員限定だっか。ちょっと見せる。俺、すごいよ。本当に背中切腹したからマジで見して。裸はダメか。あ、違う違う、でもこっちだったらいいか。ちょっと待って、これ見える。じゃあジャミラモードいきます。ジャミラモード、背中に切腹、ジャミラモードいくね。これは分かる人にしか分かんないけどジェネレーションギャップね。これ映ってますか。映ってるよね。これラグないから分かんない。映ってる、ほんまや。あ、映ってるね。だからこれ背中の切腹、これあれ本当にね、あのね、自分で切腹、あの刃物で切腹したからね、これ。はい、そう、治んない、これ一生治んねえよ、うん、これは一生治んない。痛い、汚い背中。いつ、いや、いつって、あの去年のね、あの北海道、去年のツアーの北海道の時。はい、はい、そう、めっちゃ高画質で見えた。あ、ニコニコより高画質だからね、余計鮮明に見えたっしょね。背中綺麗になった気が。なんで背中。いや、背中でしょ、やっぱ。やっぱ背中でしょ。ね、まあそんなことどうでもいいや。なんでこれを引っ張る。あの、とりあえず、あの、昨日の、打ち上げの時の写真ね。あの、とりあえず、進撃の巨人のカービィの BGM です。はい。これテンション上がるよね。あの、昨日の、だから、あの、普通に、あの、進撃の巨人の打ち上げ、あの、シーズン2、打ち上げ、あの、出ました。伊沢先生とか、レボさんとか、いました。ね。その写真ね。はい。ちゃんと用意してあるんで。最近ちょっとこういう配信も面白いよね、やっぱな。こういう配信昔からしたいって言ってけど。はい。あ、はいじゃねえわ。ちょっと待って。はい。はい。3期も ED よろしく。ね。エンディングね。3期もね。はい。これですね。これ。ね、お酒飲んでますよ。早く出せよ。はい。出しました。明日はパリピとタラが気合入れているの。はい。そうです。一緒に見るの楽しい。ね、いや、俺こういう配信だからさ、やっぱ普通にニコ生でも何でもしたいんだよ。ちゃんとね、写真とか動画とか。はい、止まってるトマトってどういうこと。トマトって何。あ、静止画だよ、バカ。動画なわけねえだろ。ねえ、なんで動画なんだよ。動きは止まってるじゃん。動画でパ、お前ら何なの。え、写真だよ。え、写真が見れてない。え、あ、写真が見れてないの。のこさんがトマトになってる。え、嘘。なんで俺は止まってる。のこさんだけが映ってる。音も聞こえない。ちゃってよ。ちょっと待ってください。なんで見れないの。音のみ聞こえる。完全にフリーズ。岡崎体育が映ってる。どういうこと。え、なんで見れてる人見れてんじゃないのこれ。見えてる人、残る後は、いや、見えてる人見えてるでしょ、動いた。え、ちょ待って、なんで、前回できたのに。え、ちょ待って、前回できたのに。写真なかった。嘘でしょ。え、これ前回できたはずなんだけど。ねえ。前回できたはずなんだけどな。いいとこで。もう一回やっていい?もう一回やっていい?配信がトマト。いや、違う、今ね、写真を写すモードにしたの。音がないってないか、音あるだろ。今は。ねえ、でももう一回。これ前回できたよね。水源とかじゃない。なんでちゃって、なんで今日スペシャル動画も流せないってこと。今はイケメンが映ってありがとうございます。あれ前回できたよね。なんで同じことやってるよ。ふざけんなよ。ちょ待ってよ。ちょ待って、もう一回やるよ。はい。これはこれでもう、同じ。これでまた、おい、止まった。え、なにこれ。おい、やってらんねえ。ちょ待って、やってらんねえ。俺、画像いっぱい用意したんだよ。のこさんだけ止まって。やってらんねえ。俺、画像結構動画とかさ、画像結構用意したんだよ。悲しい。なんで止まんだよ。なんか今日重いのか、あ、今日金曜だから重いの